はい、皆さんこんにちは。実践の柿原です。本日はですね、いつもと趣向を変えまして、コーディネートをテーマにした、動画を発信させていただきます。で、いつもですね、お客様から、問い合わせいただくのが、こういう商品を買うんだけれども、どういうシャツを合わせたらいいかとか、どういうパンツを合わせたらまとまるかとか、そういう声をたくさんいただきますのでですね、こういったコーディネートに特化したコンテンツというものもこれから発信していければと思っております。で、今日ですね、ご紹介するのが、チェックですね。このチェックなんですけれども、非常に簡単に合わせる方法が、定番的な方法がありまして、それがですね、このチェックに使われているこの色ですね。これはこのジャケットだと、例えばベースが茶色で、紺色の線が入ってたり、オレンジの線が入ってたり、赤い線が入ってたりですね。そういうマルチチェックになってるんですけれども、こういったチェックに使われている色を、他、この、例えばこのジャケットに合わせるパンツとかシャツに、あと小物にですね、取り入れると、簡単にまとまったイメージになる。例えばですね、このチェックに使われている、このオフホワイト、それと、ブラウンですね。これをコーディネートに取り入れた例がこちらになります。これはシャツとパンツに白っぽい色を取り入れて、で、あと小物にブラウンを取り入れたコーディネートになります。で、チーフにも、このブリッドチェックの赤いラインですね。これをチーフの赤でこう拾ってるっていう、そういうコーディネートになります。で、もう少しちょっとカジュアルな次コーディネートいきますけれども、これは、チェックの赤と、それからネイビーですね。ダークネイビー。これを拾ったコーディネートがこちらですね。で、これはセーター、タートルのセーターに、赤を拾って、それから、ジーンズ。ジーンズで、ネイビーを拾っている。そういうコーディネートになります。で、あと小物で茶色を拾ってる感じですね。はい。二つのコーディネートを並べてみましたけれども、合わせられてみようって、これだけ印象が変わってくる。同じジャケットでもですね、合わせるアイテムで印象が変わってくるんですけれども、この二つのコーディネートに、共通しているのが、チェックに使われている色を、拾っているというところですね。これがチェックをコーディネートに取り入れるときの一つの、簡単な、法則になります。今回のコーディネートで使用しましたこちらのジャケットですね。これはソフトツイードという、こういう非常に表面がウォーリーな、暖かい表情をしている生地なんですけれども、非常に柔らかくて軽い生地になってます。で、このジャケットの方もですね、この動画の、説明欄のところに、詳しい情報が、載っております。ページにとブリンクが貼ってますので、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。